で、よく禁止される12の禁止令っていうのがあるんですね、うん、まあ簡単に言うとこれするのは OK だっていうのもある種の禁止令なんですよ、うんうんうん、要はこれはしてもいいよっていうのを、うん、これはダメだよって、あ、こっちはダメなんだって、うんうん、多感な子供は感じたりしますよね。しますよ。生きる術ですからね。神様ですから親は、うん、その時は12の禁止令、うん、いるな、かっこ存在するな、うん、これはですね、例えば、うん、お前がいなかったらどんなに良かったことか、うんうんうん、みたいなね、うんうんうん、ことを、うん、まあ冗談だよって大人は言うかもしれない、はい、大人同士なら、はいはいはい、うん、でもそれをなんて言うんだろう、そんなようなことを子供に言うとって話、はい、うん、っていうことですとか、うん、またこのいるなっていうのは、うん、あなたが生まれた時、うん、私のお母さんの体はね、うん、すごい傷つけられて、うん、死ぬ思いだったのよ、うんうん、っていうのも、うん、あ、僕が悪いことをしたんだ、うんうん、みたいなのを受け取ることもある、うん、まあ、苦しんで産んだみたいな、あ、そう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 、うんうん、であとは2つ目、お前であるなっていうのは、うん、例えば女の子を欲しがってた親に生まれた男の子供、うん、もしくはまた逆、うん、っていうのは、うん、どこの家庭でもありますよね、うん、あの要は僕、はい、女男なんですね、うんうんうん、でこれはまあその昭和にありがちな、なんていうか、はいはい、跡取り息子を作らねば、うんうんうん、みたいな、はい、まあ、男子を産まねば継ぐものもないのにね、そうもう本当それっていう、っていうので僕が二姫、はい、二姫一太郎で僕が生まれたんですけど、はいはい、でもそれであの、うん、女子が生まれるパターンってあるじゃないですか、はい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 、女子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 みたいな、うんうんうん、ところで男の子が欲しかったから、うん、男の子の格好をさせるとかね、あ、よくある話ですよね、うんうんうん、あ、よくありますね、はい、うん、聞く話だと、うん、っていうのはメッセージとしてはお前であるな、うんうんうん、ありのままじゃダメだって話ですかね、そうなんですよ、うん、っていうメッセージを与えている、うん、で子供であるな、うん、いや子供の時に隊長が言われたという、うん、はい、うんうん、なんとかなんだから我慢しなさい、うんうんうん、お兄ちゃんは泣かないものよ、あ、そうそう、っていうのも、うん、子供であるな、あ、そっか、うん、僕は子供ままじゃダメなんだ、うんうんうん、っていうのを受け取る、うんうん、4つ目、成長するな、うん、というのは、うん、末子、末の子供が、はいはい、うん、このメッセージを受け取りやすいと、うんうん、要はいつまでも可愛いわねって可愛がられるってやつです、いつまでもこのままでいてねよしよしよしみたいなのも、うんうん、あ、僕はお兄ちゃんたちみたいに、うん、振る舞っちゃダメなんだ、うんうん、っていうそのいつまでも子供っぽくあらねばならない、うん、みたいな、であとは成功するな、うんうん、っていうのも、うん、あ、これはねなかなか厳しいのが、例えばね父親が貧しい家庭の出身だったと仮定しようと、うん、自分は15歳で働きに出なくてはならず、うん、大学に進学する機会が全くなかった、うんうん、っていう時に、うん、要は、まあ、例えば、うん、稼ぎが少なければ、うん、行かせたくないから、うん、大学に行かせないようにする、うんうん、とか自分を超えられたくないから、うん、お前はバカなんだ、うん、みたいな、うん、俺の子が大学に行けるわけねえみたいな、うんうんうん、ことを言うとかね、うんうん、っていう成功するなっていうメッセージ、うんうん、で何もするな、うんうん、例えば妹が何をしてるか見てきて、うん、そしてその妹に、うん、例えばガチャガチャうるさかったとしますよね、妹が例えば上で、うんうんうん、でこの お姉ちゃんに上に行って、うん、何もするなって言ってきてって、うんうんうん、っていうのは、うん、でお母さんが何もするなって言ってたよ、うん、っていうのは、うん、妹もそれを受け取るし、うん、姉としても、うん、ああ、なんていうの、なんかしちゃいけないしちゃいけないんだ、うんうん、っていうのを受け取る、うん、ちょっと親としてはこれ何も言えなくなりますね今これちょっと親の立場で聞いてるんですけど、うん、なかなか辛いですね、うん、あとは
重要であるなっていうのも、うん、このリーダーシップの役目に、うん、この人をさせようとした時に、うん、結構自分がパニックになる時があるっていうのは、うん、幼い時にそのやらせてないリーダーになるなっていうのを受け止めてる、うん、重要であるなっていうのを受け止めてる、うんうん、重要なことをさせないみたいな感じですかね。ああなるほど、うん、っていうのは例えばそのどうせできないんだからとか、うんうん、っていうのはそうやって受け取るのかもしれません。どうせできないのもあるし、はい、なんかあの過保護とか怪我するといけないから全部やっちゃうとか。ああ、うん、それもありますね、うん、で、あとは属するな。インドのある政治家はヨーロッパ人の中では私はインド人のように感じる、うん、インド人の中にいると私はヨーロッパ人のように感じる、うん、というのはこの親から属するな、うんうんという禁止令を受け取ったという可能性があると、うんうん、他人からは一人ぼっちとか非社交的と受け取られやすい、うん、このメッセージはあなたは他の子供とは違うとか、うんうんうん、この子は恥ずかしがり屋だからとか、うんうん、扱いにくいと絶えず子供に言う親から属性として伝えられる、うんうん、なるほど、これは呪縛なんですね。自爆なんか、うん、あなたが特別なのよっていうのは、うん、褒め言葉で言ってるつもりでも、うん、そうではないかもしれない。属するなっていうメッセージとして、うんうん、子供は受け取るっていうことですね、うん、であとは近づくなっていうのは、うんうんうん、子供にはほとんど触れない親がモデルとなって伝えられる、うん、なんでまあよくよく子供は抱いた方がいいって言いますが、うんうんうん、これの逆なんですかね。まあそうじゃないですか。甘やかさんでいいそんなやつ。なんか昔の男なんだから。昔の教育？そうですね。転んだ時に、うんうん、お母さんがいいことするとあいかんでいい、うん、男なんだから、うん、自分で起き上がれみたいなのですかね、うんうん、とか、はい、であとは健康であるな、うん、かっこ正気であるなっていうのは、うん、例えばですね、両親ともに忙しく一日外で働いているとしようと、うん、彼らは娘を愛しているが、うん、夕方帰宅した時には娘に関心を注ぐだけのエネルギーがなく、うん、娘はデイケアセンターから帰ってくる、うん、そして娘が病気になる、うん、母親は病気の娘の看病をするために仕事を休む、うん、父親は今までめったにしないこと、うん、つまり娘が夜寝入るまでお話を読んでくれる、賢い小さな教授を使って、うん、少女はこれについて結論をしまい込む、うんうんうん、そっか、私の欲しい関心を手に入れるためには、うん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 、私は病気じゃなきゃいけないんだ、うんうんうん、私が、まあ、正気である病気であれば、はいはいはい、正気でない時病気であれば、うん、優しくしてくれる、かまってくれるから、うん、っていうメッセージを受け取るっていうことですね、うん、で考えるな、うん、っていうメッセージを受け取る、うん、まあ例えばお前は生意気なやつだ、うん、なんかその子供がこの意気揚々とね、うん、漢字を書いたり、うんうんうん、自分の名前を英語で書いたりした時に、うん、お前は生意気なやつだな、うん、みたいなのはお前はそんなこと考えんでもええみたいな、特にこれちょっとなんか昔を感じるのは、うん、昔ってその大学に行かせるよりも、うん、子供って働き手じゃないですか、うん、だとすると勉強なんてせんでも働けっていうのでそういうのがあったかもしれませんね、うん、または母親がね、うん、女が男から何か得ようとするときはね、うん、考えることなんかやめて、うん、感情に走りさえすれば、うん、男は手に入るのよ、うん、みたいなのも、うん、考えるな、うんうん、っていうメッセージとして受け取る、うん、で感じるな、うん、っていうのも要は怒りを感じる、うん、まあ先ほど言った我慢しなさいもそうですよね、うん、感じるなってことですよね。とかまあ言うこと聞けじゃないですか、俺の言うこと聞け
わそうですね、うん、親の言うことを聞いとけばいいんだお前は、うん、考えるなと感じるなですよね。ダメって言ったらダメだ。そうなんでファミコン買ってくれないの、うん、ダメって言ったらダメだ、うん、で僕は、うん、ファミコンを借りパクした口ですね金持ちの家からっていうのを12個、はい、受け止めている、うん、っていうのを読みながらも今僕は自分でやってるなって感じながら読んでました、はいはいはい、褒めてるつもりだったんですよ、うんうんうん、特別扱いとか、うんうんうん、っていうのはもしかしたら呪縛を属することができなくなってるかもしれない、はい、ってことですよね、はい、組織に馴染めなくなってるかもしれない、はい、っていうのはちょっと思い当たる節もありますあなたは特別だから特別だからっていうと、うん、私は特別だから、うん、で他の人と合わすことができない、うん、みたいなことですよね、はいはい、で多分今見てくださっている23名の方は、はい、うん、お前は禁止されている、禁止されている、禁止された上で人生の脚本を書き、うん、クォーターライフクライシスに陥っている、うん、っていう話でございます、うん。